はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではヘラクレスのエコー3、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、ラバトの町から、このアトラシアの町までやってきたんですけれども、この町がね、夢の中に出てきた場所だというのは分かったんですけれども、まあ、結局ね、権現たちの秘密はまあ分からなくて、で、この町にあった、老人と子供の石像がね、南の方に運ばれていったということなので、南の洞窟に行きまして、で、石にされてしまった人たちのね、まあ、話を聞いたんですけれども、3種類の血を集めてね、秘密の洞窟まで持ってこいみたいな話になりまして、でその後、また、このアトラシアの町に戻ってね、セーブをしたところで、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、次の目的地にね、向かってみたいと思います。そしたら秘密の洞窟というのは、まあ、東の方にあるらしいんですけれども、まあ、地図で見た限りは何にもなさそうですよね。まあ、ちょっと船に乗っていろいろ回ってみましょうかね。お、戦闘。まあ、普通に攻撃します。でステイヤはランドン、イダテンもランドンかな。あ、逃げ出した。ちょっと魔法が遅いですね。シースネーク倒せます？ちょっと無理か。なんかいろいろありましたが、とりあえず無事。なかなか硬いですね。ちょっと地図を確認しながらいろいろ回ってみましょうか。とりあえずこっちの陸沿いに行けばいいのかなと思ったら戦闘。まあ、この敵はガーッと戦っても多分大丈夫でしょう。いいですね。なんかあります？またちょっと地図見てみますか。何にもないのかな。ここは上陸しちゃう感じか。ここはなんだろう。何もなし。なんかいっぱいいますね。レム、ランドン、攻撃、ランドン。この敵は結構魔法が効きやすいのかな。ランドン3連発で多分倒せるでしょう。ブルーバトラーの方がちょこっと体力が低いのかな。よし。ドクロの槍、そしてレイオンがレベルアップ。お、なかなかいいですね。ドクロの槍、125。まあいらないですね。とりあえず何にもなさそうかな。そしたらまた船に乗ってぐるっと回ってみますか。結構戦闘が多い。この敵は初めてかな。
と、こんな感じでどうでしょう。ボムスカット、逃げ出した。あ、突撃いた。気絶しちゃいましたね。頑張れ。ステイヤはとりあえず直しますか。あ、そうだ、生き返らせる魔法は誰が持ってるんでしたっけ。あ、レイオンか。こんな感じかな。ちょっと魔法は遅い。よし、そしたらちょっと回復しましょうか。あとはヘラクレスかな。そしたら、あ、上の方になんか島がありますね。ちょっと島の方に行ってみますか。あれ、もうちょいかな。こっから東の方、ちょっと夜なので、あ、地震。あ、でもこっから先には行けないのか。で、船の上で戦闘、まあ、ガーッと倒しましょう。キラーフィッシュ1打目。あ、なんか囲まれてるんですね。なるほど。そしたら、ん、左上の方になんかありますね。まあ、とりあえず行ってみましょう。これは？ん？中に入れない。これはまあいかにも何かありそうな場所ですが、まあ今はいけないのかな。お、また戦闘。結構強かったですよね。魔法を使いましょう。あ、そっか、ヘラクレスは魔法が使えない。いった。結構ステイヤ狙われますね。ちょっと危ないぞ。あ、逃げ出した。戦闘が終わったらちょっと回復かな。パウラで、ステイヤーで、パウでゴンゲン、イダテもちょっと回復した方がいいかな。あ、洞窟かな。いかにも危険な場所ですね。あ、宝箱。敵は出ますね。やっぱりダンジョンですね。わ、強そう。トーラボス。エムトール。ステイヤには効果がない。指輪のおかげかな。レムーの方がいいかな。まあ、どの指輪がね、何の効果があるのかっていうのが、まあ、いまいちね分かってないんですけれど、半分は寝たのかな。
ガンガン魔法を使いましょう。左側にいるのが起きている。よし、お、経験値高いですね。そしたらここはちょっと出ましょう。これは今行くところではなさそうかな。あ、上の方にも島がありますね。あ、これは町かなと思ったら戦闘。まあその3種類の血をね、まあ、集めるっていうのは分かったんですけれど、どこにあるのかっていうのは分からないんですよね。キラーフィッシュ、では上陸しましょう。あ、町ですよね。今夜か、ちょっと昼間にした方がいいかな。南の島の火山にはテュポーンという怪物が住み着いています。あ、そうですか。そのテュポーンの吐く息が我々には火山の爆発に見えるのです。テュポーンは退治されたと思っていたのですが、ググ、宿屋さんあります？あった。お、誰かいますね。この方が見つかったのは、これ、あの大穴ができてしばらくした頃じゃったよ。何ヶ月も前のことじゃ。あ、またうなされている。かわいそうにの。バオールに捕まる。バオールに渡しちゃダメ。あ、もうダメ。隠そう。火山の洞窟。あ、さっき行ったところかな。みんな頑張れ。アトラスの足跡へ。ちょっとなんか意味深ですね。この子は南の火山島に流れ着いて倒れていたのさ。たった一人で船に乗ってずっと東へ行こうとしていったらしいんだよ。なるほど。こんなに小さな子がね。この少年がアトラシアの町の石像とかを運んだのかな。とりあえず一泊しましょう。泊まり。あ、ここも王様の配下というか、アルビオンの息がかかった町なのかな。まあ、息がかかったというか、アルビオンの関係した町なのかな。で、仲間たちの話は特に変わらないかな。そっか、今昼というか朝なので話はでも一緒か。あ、間違えた。うなされちゃってますね。こっからは話せない。話は一緒ですね。ちなみにここはなんていう町なんでしょうか。あ、人が出てますね。巨人アトラスの子孫だという子供にはあったかい。宿屋の夫婦が看病しているんだ。あ、さっきの少年ですよね。アトラスの子孫。バオール様はどこから来たのか誰も知りません。ここへ来てテュポーンを退治した後、トナンティアの都へ行ってしまったのです。あ、そうですか。バオール、
このおじいちゃんの話はさっきと一緒かな。この人は、これはバオール様の銅像です。バオール様はまさに英雄であります。これちょっと怪しいですけどね。あ、道具屋さん、ネクタルが売ってますが、まあいいでしょう。この人は、ここはベスビオの町、南の島の怪物テュポーンが復活したみたいなの。どうしましょう、どうしましょうかね。ベスビオ、ベスビオ火山のことかな。また火山が活動を始めました。テュポーンが復活したのでしょうか。平和な日々が続いていたのに。なるほど。あ、日記は更新されるかな。変わりませんね。神話辞典、テュポーンとか出ます？なさそうかな。あ、ゴルゴン、メデューサ、ステンノー、エリュアレーの3人の姉妹をゴルゴン姉妹と呼ぶ。3人とも髪の毛が蛇になっており、その姿を見た者は石になってしまう。そう、このメデューサ、ステンノー、エリュアレーの血を持ってこいっていうことなんですよね。このページはもう埋まりましたね。こっちはあとここだけかな。この家は、あ、おばあちゃん、宿屋の夫婦が世話をしている子供にはあったかの。はい、あの子はバオール様に追われていたらしいのじゃ。あ、そうですか。バオール様がそんなことをするとは思えんのじゃがの。まあでも少年うなされてましたよね。だいたいまあ町は回れたかな。そしたら、まあさっきの洞窟は、まあ、次回以降行くとしまして、あ、神殿がありますね。ちょっと行ってみましょう。お、戦闘、わ、いっぱいいますね。トレロ使ってみますか。しますかね。逃げ出す。ランドンはとりあえず聞いてますよね。逃げ出す。寝る。全く意味がなかったですね。頑張れ。あ、一体も倒してないのかな。こんなに苦労したのに。とりあえず回復、ステイヤも回復で、戦闘。ん？この敵はどこかで見ましたね。まあ、いつもの感じですね。リロキと、あんまり寝ませんね。ランドン3連発でいけます。これで
倒せますかね。よし。で、この神殿は、あれ、あ、人いますね。あ、ここバッカスの神殿か。なるほど。なるほど。ここはでは行っても意味がないので、まあ、さっきの、ベスビオに戻りましょうか。東の方は行った場所ですもんね。まあ、とりあえず、ベスビオの南の方にあった火山に行かなくてはいけない感じですよね。あ、とか別に船で戻ることはないのか。まあ、ランドンかな。まあ、宿屋代ぐらいは稼ぎましょうか。逃げ出す。逃げ出す。みんな逃げちゃいますね。ハープレーン。でもまあもうちょいですね。そしたら、また宿屋に泊まりましょう。泊まり。武器とか防具とか売ってないですもんね。そしたら今回は、このベスビオの町でね、セーブをして終了したいと思います。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。